今日ね忘年会誘われたんですけど断ってきます。いやちょっと釣りがあるんで。えなんで釣りって言われて。いやちょっと釣りなんで。俺の初詣まであと20分。頼む。いやー僕も頼みたいぐらいですけどね。20分ありゃ十分。忘年会を断る男。いやもう2回行きましたよ。2回行ったんでもういいですよ忘年会。YouTuber 的にはこの年末年始は大事なんで、毎年3年ぐらい繰り返してるんで、俺の初詣で出発まであと15分。まだまだ15分もあるんですね。いけます。25分ですね。25分に出るんですね。わかりました。ちょっと25分に合わせていいとこ投げるんで、あったかいからっていうのをどうにか理解できたら近づけそうなんですけどね。寒くないんですよ多分。ルアーの浮き方的に水温も高いんですよ。あと15分。あれ伸びてない。え30分に出るんですか。あれさっき25分ぐらいのイメージだったの。ゆっくり巻きじゃないんか。どっちなんだバスはどっちなんだ。あったかいんで動いてる気がするんですけどね。みんなこのスピードやんないっしょ。早巻きやんないっしょ。逆に釣れてないのはみんながゆっくりしす、あでもゆっくりしすぎたから釣れないってことないですもんね。今年最後のドラマ待ってます。ありがとうございます。ご期待ください。 CM の後で事件か。あ冷えてきたらウェイト調整必要になってくるかな。この程度じゃ冷えんか。4度の風が吹きつけてるってことでしょう。7度やった水温が4度吹きつけられて、4度は下に沈むじゃないですか。癒された4度の水温がボトムについて、ボトムにいた魚たちがヒヤッとしてちょっと上がる、そこを根こそぎの中層巻きでドーンじゃないですか。あ頭の中でもパターンは完成しました。このまま中層巻いときゃいつか事故ります。やばい初詣行っちゃう。あと8分。違うか。中層に浮き上がったバス。中層に浮き上がって、そのボトムから浮き上がるじゃないですか。浮き上がるタイミングで朝寒い中布団に入ってるじゃないですか。でちょっとトイレ行こうかなって思ってトイレ行ったら、布団に入りたいって思ってたとしてもトイレ行ったついでにコーヒー入れて飲んだりとかするじゃないですか。そんな感じで冷やされた水がボトムについて、あー寒いなって浮き上がったバスはそっから捕食に入る説。どうでしょう。あったあった。よし。説当たった。やった。でかくない？でかくない？抜き上げた。やばい。手が震えてる。あ、でもサイズはそんなにか。サイズはそんなにかも。49センチ。やったやったぜ。49。あ、これでかく見える。